テネリフェノルテ空港は、カナリア諸島、テネリフェ島にある空港。テネリフェ島に2つある、国際空港の1つ。サンタクルーズでテネリフェから11キロメートルにある、サンクリストバルデララグーナにある。空港の遠望エプロン1977年3月27日、ノームの滑走路上で、運とヒューマンエラーの複合的なことが原因で、2機の ボーイング747型機同士が衝突し、航空事故最大の583人が死亡した、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故が発生した空港である。この事故の後、霧が要因の一つであることから、島の南側の比較的霧が出にくい地点に、テネリフェスール空港が開港し、役割を分担している。1980年4月25日には、 英国ダエアのボーイング727が本空港への着陸侵入中に山中に墜落し、146人全員が死亡した。この事故期はかつて日本航空で卵として活躍し、1966年の日本航空羽田空港墜落事故で失われた日本国内航空のコンベア880の保証として1972年に同社の後ろ身である 東亜国内航空に譲渡された JA8318 である。ありがとうございます。